はい、おはようございます。チーム手巻 TV です。もう本当に朝早くて、今5時半ということで、本日は熊本で行われる第3回ですかね、リアルウォークイベント日替わり弾丸ツアーを Vlog 風に収めていきたいと思います。行き方はですね、飛行機は行きも帰りも、かなり安めのやつが取れましたんで、それで行って、現地ではレンタカーですね、できれば熊本でこう今日土曜日なんで、宅飲み生放送で飲むおつまみも買いつつ帰ってきて、家でですね、宅飲み生放送すげえ予定だな。行ってみましょう。はい、福岡空港着きました。今時間が9時15分、確かリアルタイムイベントが10時から16時だったと思うんで、ちょっと遅れ目の到着ですね。どうせね、入場とともに行ってもめっちゃ並んでるから、こんなもんですよ。いやー、それにしてもさ、空港にこのなんていうの、ペデストリアンデッキっていうの、こう歩いてさ、いろんなとこに行くようなさ、歩道が整備されてないから。福岡空港原点10です。最悪だ。レンタカー屋たどり着く前に、このマイクを服に固定するためのマグネット落ちた。もう10分探してる。最悪だ、最悪だ、もうないよな、最悪だ。もうマグネットだから、こうどっかくっついちゃう可能性もあるからな、これもう無理だ。そう、最悪だ。あああああ、はんはん、もう行く。何はともあれ、会場到着です。結構駐車場から歩かされて、会場ははい、ドラクエ一色。この空気感いいですね。はい、みんなね、目をキラキラさせてイベントを回っておりましたよ。かくいう私は、今回はね、バナナさんと一緒じゃないせいか、あまりですね、話しかけられずにこのメイン会場に到着して、今日はゆっくりイベント楽しめるのかなと。イベント楽しみたいっていうのもあるけど、でもちょっとそんなにこう話しかけられなすぎるのも寂しいなみたいな思いながらメイン会場を回っていたら、ありがとうございます並んでいただきありがとうございますということで、はい、いろんな方とね、いろんな触れ合いを、いろんな触れ合いって言うと変だけど、楽しい一日を過ごさせていただきました。本日のドラクエウォーキングリアルイベントは、16時をもって全てのコンテンツが終了となりました。ああ、どうも。ご来場いただき、誠にありがとうございます。恐縮です。いや、カメラ壊れたな。カメラ壊れたわ、マジかこれ。よく今分かんないと思うけど、俺が右手で支えてないとこの戻っちゃう。終わったわ、これなんだ、俺のお相撲ポケット3終わったわ。どうなってんだこれ、最悪だ。一応撮影は続行できてんだ。疲れたけど楽しかったです。はい、絶対うまいやつ、絶対うまいでしょ。もう色がおかしいもんこれ。甘じょっぱい、いいね、すごいな。タレもかなり濃厚だなこれ。めちゃくちゃ甘じょっぱい、もうすでに、これかけただけでこんな香りますか、甘じょっぱさ。じゃあ赤身からいきますか。これはですね、いつも私が食べている 50g700 円の馬刺しに対して6倍ぐらい美味しいですね。めちゃくちゃ違う、別物。めちゃくちゃうまい。歯ごたえがまず全然異次元で違くて、で、赤身なのに甘いの。で、甘いから、ニンニクいらないって感じた。本物だ。空港で売ってるのすらこんなうまいのか。お店で食べたらどうなるんだこれ。マジでニンニクいらない、今。